昨日12月9日は雅子皇后陛下のお誕生日でした。女性天皇と共に明るい日本を実現する会でも祝賀パレードとお祝いのメッセージと共にお誕生日に際しての感想を配信させていただき、多くの方と共にお祝いできたことを嬉しく思います。FNN プライムオンライン、アメーバタイムズ、毎日新聞、読売新聞オンライン、テレビ朝日の5社については、日付が変わったと同時に、宮内庁から発信されている、雅子皇后陛下のお誕生日に際しての感想が報道されました。その後、日が昇り始めた頃、週刊女性プライム、女性自身、デイリー新潮、時事通信、大人の週末、ウェブマガジン MI ミオーレット、晩餐館、アエラドット、朝日新聞デジタル、文春オンラインの10社については、雅子皇后陛下のこれまでの歩みを各々の視点で振り返っています。本日は、これら10社の報じてる記事をご紹介していきます。概要欄に、各々の記事のリンクを貼っておきますので、詳しくご覧になりたい方は、そちらをご覧ください。週刊女性プライム、独占秘話、雅子様、還暦目前の大英断で実家を空っぽに。お和田家の長女としてたどり着いた親孝行。週刊女性プライム、還暦を迎えられた雅子様、外交官時代、部下にスイーツを、旧知の井ノ口邦子議員が振り返る素顔。女性自身、還暦を迎えられた雅子様写真館。双子の妹とのスリーショットも。女性自身、祝還暦。雅子様のカジュアルな装い。ディズニーを出かけにお芋掘りも。デイリー新潮、雅子様がお生まれになった1963年12月9日には何が起きていたか。翌日の朝日新聞を紐解く。時事通信、体調整え、精力的に活動。療養20年、還暦の皇后様。大人の週末、雅子様のお誕生日、浩宮様がご用意された、牛フィレ肉のロッシーニ風。ウェブマガジン MI ミオーレット、還暦を迎えられた皇后雅子様ご成婚秘話、雅子さんのことは、僕が一生全力でお守りします。皇太子殿下からのプロポーズは、鴨場のデートで。晩餐館、皇后雅子様、60歳還暦に。知性あふれる美貌を10代から一挙プレイバック。アエラドット、雅子様還暦、愛子には一番美しいものを見せたい。一緒に笑い、悩み、娘を守り続けた。アエラドット、雅子様還暦60歳。マスク越しでもわかる微笑みの気品と魅力の理由。写真で振り返る。朝日新聞デジタル、私の果たすべき役割は、皇后様、喜びも悲しみも天皇陛下と共に。朝日新聞デジタル、24歳のキャリア官僚、雅子様が語った仕事と結婚。皇室いる5年前に。文春オンライン、雅子様史上最高のロングドレス姿は、60歳の節目に秘蔵ドレス公開、久しぶりに見た気がします。懐かしい。12月9日、13時現在で、10社、14の記事が報じられています。すべて、雅子皇后陛下のお誕生日を祝うもので、配信している私も、嬉しくなってしまいます。そんな中、12月7日とお誕生日前ではありますが、文春オンラインから、宮内庁幹部が告白、雅子様は人権侵害を受けてきた。適応障害を発症された本当の理由という記事が報じられました。お祝いムードの中、これを皆様にお伝えするべきなのか悩みましたが、これまで雅子皇后陛下がどれほどの苦悩に見舞われ続けていたのか、どんな思いで天皇陛下は公の場でこの人権侵害について言及されたのか、
国民としてしっかりと向き合っていかなければならない問題ではないかと思い、今回ご紹介させていただきました。雅子皇后陛下の受けてきた人権侵害の背景には、ご公務と男系男子継承があります。いかなる状況であっても、公務に出るのは当たり前。皇太子殿下のお妃様であれば、男子の継承者を出産されて当たり前。この声により、雅子皇后陛下は適応障害を患われました。それに対して、宮内庁の責任を求める声もありますが、これは宮内庁だけでなく、国民からも雅子皇后陛下へ投げかけられた言葉だったように思えます。さらに、適応障害を患われた雅子皇后陛下を揶揄する国民がいた事実も忘れてはなりません。皇族方に求められる当たり前。この背景には、皇室典範があると見ています。皇室典範が、皇室の正当な伝統であるとする日本国政府。それを鵜呑みにする日本国民。これらが、雅子皇后陛下の悲劇を生みました。しかし、この悲劇は、これで終わりではありません。現在の皇位継承者は、悠仁親王殿下、お一人です。この状況であっても、男系男子継承、女性天皇を禁止する姿勢を日本国政府は、誇示しています。この状況下では、悠仁親王殿下のお妃様が、同じ状況に陥ることになります。日本国と日本国民の象徴である天皇陛下、そして、陛下をお支えする皇族方。その方たちの心を痛めつけてまで、現在の皇室典範を守る必要があるのでしょうか。皇室の本来の伝統は、もっと皇族方に優しいものではなかったのではないでしょうか。皇室典範を伝統とし、改正しないこと、ましては議論しないことに固執しているのは、日本国政府、そして政治家たちのエゴではないでしょうか。そのエゴの陰で、雅子皇后陛下をはじめ、多くの皇族方が心を痛めています。このことからも、皇室典範改正を急ぐべきであると考えます。2024年1月21日、日曜日、10時から、JR 新宿駅南口で、皇室典範改正議論を求める抗議活動を開催します。詳細については、現在精査中です。決まり次第お伝えしていきますので、これからも女性天皇と共に明るい日本を実現する会をよろしくお願いいたします。